久しぶりだわ、浦さんの走ってるアグスタ。あ、最近ビあ自転車の方が多かったから今日休み？今日休み。ありがとうございます。京都からわざわざありがとうございます。あ、看板見せて、背中の。はい。おー、チーム？バンザイライダースクラブで。おー、バンザイライダースクラブ。はい。またいつでも寄ってください。はい、ごちそうさまでした。またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、気をつけてよ。またお会いしましょう。ウィス。はい、これ何年モデル？これ2009年ですね。年式、形式は？R1200GS のアドベンチャーっていう。アドベンチャー、はい、おー、しゃ、すんません、エンジン音聞かせてもらえますか。はい、惜しかったね。ひょっとしたらもうちょいしたらももクロくるかもしれんかったのに残念ね。え、ももクロね、いつもまたいつ帰るし。はい、このエンジン音聞かせてもらえますか。はい、かっこいいやろ。え、走る宝石と言われるんですか。宝石は。アグスタ、かっこいい。マフラーの脱ぎ方4本で出るやろ、ケツから。4大好きなんですよ。あ、そうなんや。マッハどう？3本マフラー出てるやろ。うん、珍しいやろ。3本マフラー。初めてやろ。エンジンは、はい、なら、もっと、ありがとうございます。もうちょっと待ってね。あの信号が青、赤から青になったら、4行ってもらうから。はい。どこから帰るの？近畿道？そうです。近畿道やったら、三原が、見えても無視して、あの松原まで500円変わるから。分かりました。コーヒー飲めるから、はい、もう松原まで無視。見て、もっと待ってね。すっとここ行った、はい、あと2台。ごちそうさまでした。はい。